どうもダイノスケです。今回は修学旅行の夜恋話したくなる人間の心理、それはなぜなのかということについてお話ししていきます。まあ息抜き企画ですね。<laughs> 今回の動画でお話ししたいのはまあ心理学についてちょっとまあ日常に潜むものをお話ししたいなというふうに思うんですけど、まあ僕たちの見ている世界っていうのはいろんな複雑な物事で構成されていて、まあ知識を身につけることによって見え方が変える変わるよっていうことをお話ししたいんですよね。お伝えしたいんですよね。でその一端として。 まあ僕たちやっぱり修学旅行とか部活の合宿とか友達の家にお泊まりしに行った時とかなかなか寝れないし「ちょっとお前今なんか気になってる人いないの?」っていうふうに男子も話したいとかまあ女の子も恋バナ好きだと思うんですけど男子たちも同じようにあの話してると思うんですよね。僕はあの <laughs> あのまあ皆さんししてましたよねって感じなんですけどなんで僕たちはああいうなんか友達たちと夜一緒にいると恋バナしたくなるのか好きな人について話したくなるのかそれって実は人間の本能が結構 あの関わってるんですよって話なんですよね。っていうのも。まあ人間は社会的動物であって、その群れを成して生きるもの集団の中で幸せを感じる生き物なんですよね。だから群れの中で自分は、あの上だっていうことを誇示したいというか、周りに認めないっていう、認められたいっていう。承認欲求に、あの承認欲求が誰しもあるわけなんですけど。だから僕たち、そのツイッターハイジンだったり、そのフォロワーフォロワー。いいね、いいねっていうふうに、あの、なんかいろいろ。その自分を見失うことって人生に一度や二度、百回ぐらい。 あると思うんですけどこれもやっぱり僕たち人間は周りから認められたい周りに価値のある存在だっていうふうに思われたいからなんですよね。で何、まあ、で人間が戦争をするのかとかパワハラをするのか人をいじめてしまうのか暴力行為をするのか人をはじき出すのかっていうのも、まあ、残念ながら人間のの本能の一端なんですよねもしその群れ全体が飢饉に襲われた時とか餌なくなった時とか。 あの100人の中の90人を生かすために10人を村から追放しなきゃいけなくなった時村に貢献していないボトムの10人を追放しなきゃいけないっていうこととかあのまあ働きもせずに獲物を狩りに行かずに群れの中でダラダラ過ごしているやつがあのごちそうにありついていてそいつとそいつの子供が村の中で数を増やしまくっていったら集団というかその群れは崩壊するじゃないですか誰も働かなくなってね。っていうことを防ぐために。 あの、まあ、村の中の群れの中の秩序を維持するためにまあ下のやつらを序列を作って排除するっていう人間の残念な本性とかもあるんですけどそれと同じように人間は自分の秘密を相手に話すほど明らかにするほどあらわに,にするほど相手のことを信用するわけなんですよね。で逆に言ったらそのまあ信用されたいなら相手の個人的な情報をいっぱい話させろってわけなんですけどな えーと相手の個人的な情報をたくさん話させろってわけなんですよね。でモテたいなら何なか面白い話を、まあ、男性女性問わずいろんな人の人,の人気者になりたいクラスの中心人物になりたいとかあの相手に好かれたいっていうふうに思うんだったら何かすべらない話とか面白い話とかユーモアセンスを持つのも大事なんですけどそれよりも相手の話を聞くことの方がききあの聞き上手の方が人から好かれるわけなんですよね。というのもやっぱり。 たくさん質問することによって相手が何が好きなのかあの昨日どこに行ったのかどういう体験をしたのか何を感じたのかとか家族構成とかいろんなことを質問上手の方が一方的に喋る人よりも今の僕みたいにずっとあの喋っている人間よりもあの、まあ、いっぱい質問する人の方が相手の情報を引き出して相手からしたら自分の話をいっぱい聞いてくれるこの人はいい人だあの自,分はその自分のことに興味を持ってくれている人がいる。 っていう風に相手は満足するわけなんですよね。まあ、僕たち人間は結局自分が一番可愛いから、あの自分のことを知ってくれる。自分に興味を持ってくれる人のことを好きになるんですよ。だから僕みたいに人見知りで内向的で人と話すのが苦手っていう人はあのけど、最低限人間関係を円滑にしたいっていう風に思うんだったら、まずは相手の名前を覚え覚えて、そして話しかける前に誰々さんは誰々君は誰々ちゃんはあのこういうことに興味あるんですか？みたいな風に。 話しかける前前に名前を呼ぶことめっちゃおすすすめなんですよね。っていうのも名前を呼ぶことによって例えば3人とか4人とかで会話してても誰にまず最初に答えてほしいのかっていうのが明確になったり何回も名前を呼ぶことによって相手からしたらあ自分の名前を覚えてくれている自分に興味があるんだっていうふうに思わせることができるしさらに何回も相手の名前を呼ぶことによってそ自分が相手の名前を覚えられるんですよね。まあ、そのやっぱりいろんな人と あったら僕たち現,あの現代人っていろんな人と会い過ぎていてこいつ名前誰だっけっていうこと多々あると思うんですけどあの、まあ、そういうふうに名前が出てこな防とでできるわけなんですよねでちょっと呼び方とか読み方とか間違えてたとしてもあ自分その山崎じゃなくて山崎ですみたいな感じであの山崎さんはっていうふうに聞いてあの山崎なんですよみたいなふうにあすいませんみたいなふうにその、まあ、相手がすぐ修正してくれたりとか、まあ、相手と距離を詰めやすいんですよね。 だから名前を呼ぶことって非常におススメなんですけど、で、あの同じようにちょっと全然本題入らないんじゃないかって思うかもしれないですけど、すみませんね話が脱線して、そのまあ相手のプライベートな情報を引き出すほど相手は僕たちのこと勝手に好きになってくれるんですよ。これ心理学用語で認知的不協和の解消って言うんですけど、うわあなんかわけわからない単語出てきたっていう風うに思うかもしれないですけど、まああの相手からしたらその周りに好かれたかったら あのああのいろんな人を頼るとかアドバイスを求めると相手が勝手に好きになってくれるんですよで普通なんかしつこく聞いてきたり「あの助けてください」みたいな風に言ってきたら「こいつうっとうしいな」っていう風に嫌われるんじゃないかだからアドバイスを求めるとかあの助,けて助けを求めるのって僕たち遠慮しがちっすよね。ただ実際のところは甘え上手というか人にあの「自分ちょっとあのいっぱいいっぱいです助けてください」っていう風にまあ正直に自分を打ち明ける人の方が まあ人かから好かれやすいというのも僕たちが例えば人を助けましたっていう風になったらこんだけ人のお世話をしたこいつを助けたこ手間暇かけてこいつを助けてるということは自分にとってこいつは重要な人間に違いないっていう風に助けた側の人間の脳は錯覚するわけなんですよね。とか自分の家族構成とか自分は何が好きか音楽でこういうバンドが好き,か好きだとか自分は価値観として内向的で。 あのなんか散歩するのが好きで一人の時間が好きで本を読むのが好きで,であの休日は神社仏閣の巡を一人で散歩して巡るのが好きだみたいなこととかを相手に話したらそんだけ自分のプライベートな情報を明かしてしまうそういう自分の弱点を明かしてしまう。ということは自分はこの人のことが好きだから信用しているからこんなに自分の話をしたに違いないっていうふうに相手は錯覚するわけなんですよね。でこのテクニックを上手に利用したのがかの有名なリンカーンさんだったと思うんですけど。 あのまあなんか大統領の選挙とかに何回も出てるわけなんですけどで敗北とかも何回も期してるわけなんですけどで自分のライバルに対して「あのリンカーンは絶対許さん」みたいなふうに「絶対認め」みたいなふうに言っている人に対して「あなたの愛読しているその本なんかよかったら貸してもらえませんか?」みたいなふうに聞いてでそのライバルはまあ貸してやったんですけどで貸すことによって、まあ、でリンカーンさんは。 あの本非常にああの役に役立ちましたありがとうございますっていうふうに感謝を込めて返したらそのライバルはリンカーンのことをなんか助けてしまったから俺なんで嫌いだったそのリンカーンを助けたんだろう俺はそうかリンカーンが好きだったんだだからこんなに手間暇かけてああのまあ、自分の愛読書を渡したんだっていうふうに錯覚してそのライバルはリンカーンのああのまあ、強力なあの敵というか障壁だったのが強力な味方に変わったみたいなエピソードもあるんですよね。だから あの自分が嫌っている相手とか苦手な相手ほどこれってどうやったらいいんですかねとか,そのなんかあのアドバイスを求めたら意外と自分の手駒になる可能性、まあ、手駒になるって言い方悪いですね相手から信頼を勝ち取るる可能性も高くななわけなんですよねで、まあ、そんな風に敵対している相手と仲良くなろうっていう風に思ってなくとも少なくとも皆さんの身の回りの人間に対して。 その自分の話自分はいかにすごいんだとか自分の過去の栄光を語ったりとかお前もっとこうこうこうしろよみたいなふうにアドバイスを押し付けるよりも相手に対して「休日は何されてるんですか?あ」「あそういう趣味をお,お持ちなんですね」え「えちなみにどういうきっかけでその趣味始めようと思ったんですか?あ」「あなるほどあの、まあ、パートナーと一緒に始めようと」で「今はパートナーと一緒にあされてるんですね素敵ですね」みたいなふうにまあいろいろ相手に質問をして。 いい、まあ、いろいろ掘り下げていくで相手のことをいっぱい知っておくと相手からしたら、まあ、信頼感を勝ち取りやすいわけなんですよね。っていうふうに人間は自分の弱点というか自分のプライベートな話をしたら相手のことを信頼しやすいっていう、まあ、人間の本能の性質があるわけなんですよね。でさらに加えて、まあ、さっきのと似たような性質なんですけど人間は感情とか体験を共有するとその一緒に体験した相手に信頼感を覚えるわけなんですよね。 まあ皆さんもその一緒に食事中生活している同居している家族とか他にも部活とかで同じ釜の飯を食べるだったり修学旅行とかもまあそれこそ,そのまあ同級生たちと旅行に行くだったりとかそしてもちろんご飯も一緒に食べますよねとか。 例えば異性とのデートだったり友人と休日を過ごす時に映画を見るっていうのも非常におすすめっすよね。というのも、まあ、映画ってもともとヒトラーだったかな,なんか人間を洗脳するように研究してたらしいんですけど、まあ、真っ暗い空間であの全員そのスクリーンに集中するようにもうあの真ん中の画面を見るしかないじゃないですかであの音声とかも、まあ、立体音響というかいろんな方面から立体的に音が耳に届くしそのまあ映画を見たらみんな映画を見終わった後、脳が同じような状況になるわけなんですよね。 でまあ、僕みたいにあの異性と話すのが苦手な人とかはとりあえず映画見てその後二2人でその映画の感想とか言っておけばお互い共通の体験をしてるしお互いそのんだろう、まあ、共通の話題があるしあれよかったよねとかあのシーンよかったよねとかあそこ伏線だったの見たみたいな,なんか気づいたみたいな感じで、まあ、あの話題があの生まれて盛り上がりやすくなるわけなんですよね。っていうふうにその、まあ、お互いに一緒に何かあの体験をする。 そして感情をシェアするとあの、最初に冒頭でお話ししたように僕たち人間っていうのは社会的動物であってその人と相手とのつながりを感じるとこの人のことを信頼できるっていう風うに、まあ、類似性っていうわけなんですけど、まあ、あの僕たち人間があのこ,こいつ味方なのかどうなのかっていうのを素早く判断しなきゃ味方なのかなっていう風に思って敵を引き入れて背中からあの襲われる可能性もあるわけなんですよね。だから僕たち人間は、 相手が味方かどうかっていうのを素早くあの、まあ、分析するようにそういう直感が磨かれてきたわけなんですけどで自分と同じ趣味とか価値観の人がいたらまあなんか〇〇好きに猫好きに悪いやつはいないとかあの、まあ、サーフィン好きに悪いやつはいないみたいな,なんか〇〇好きにっていうそういう言葉あるじゃないですかあれも結局自分と同じ価値観を持つ人間だから多分,その自,分の自分と考え方が似てる性格が似てる。 あ,のまあ仲良くなれるだろうっていうふうな人間の本性を捉えた言葉なんですよね。本性って言い方悪いな。本能本能をあの言語化した言葉なんですよね。まあ、だから何が言いたいのかというと僕たち人間っていうのは同じものを体験し感情をシェアすることでこのご飯美味しかったねとかあのご飯まずかったねとかあそこのスキ,スキューバダイビングめちゃくちゃ楽しかったよねとかあの、まあ、一緒に部活動でそのなんかまあ 努力をししたたりりとか切磋琢磨したり試合で仲間と協力して勝ちましたっていう風になって「よっしゃよくやったな」とかあのまあなんかお互いに協力することによって自分たちは仲間だ同じ共同体だ同じ集団だ同じグループだっていう風な意識が芽生えてまああの信頼感が生まれるわけなんですよね。で、まあ、修学旅行とかまあその旅行だっていろんな場所を同じ班で巡ったりとか。 その、まあ、なんか同じ場所を見たりとか、同じものを食べたりとかするから、より信頼感が高まりやすいわけなんですよね。で、さらに加えて、まあ、人間は非日常の体験をシェアすると、より信頼感が上がりやすいんですよ。まあ、さっきのとちょっと似てるわけなんですけど、あの、まあ、慢性的な惰性なダラダラとした日常を過ごすよりも、あの、やっぱり非日常的な体験、その、どんなに仲がいい友達だろうが、やっぱり毎日学校で顔を、あの、顔を突き合わせていると。 一緒にいてバカ騒ぎすることが当たり前になって感謝の気持ちとかあ今は貴重な時間だなっていう感覚薄れませんというのも社会人になってからああの久しぶりに同窓会とか,、まあ、なんか親友とかとあのご飯行ったりとかして「いやー学生の頃楽しかったね」とか久しぶりに友達とバカみたいなことで笑い合ったりとか話して「あやっぱあの友達と会う,会うのって最高だな」って「で学生の頃って贅沢だったな」って毎日あいつと。 会えてたたんんだからみたいな風にななにるわけなんですよね、まあ、あの学生の頃ってその自分が意識してなくてもあの年間200日ぐらい200回ぐらいは顔を合わせていたはずなのに社会人になったら、まあ、2か月に1回仮にその仲の分かった友達と会ったとしましょうでそれを残り2か月に1回ペースで1回会うっていうのを残り70年間続けたとしたら、えー、と年間6回のかける7 0だから、えー、420回か。残りの,じあの年間 学生の頃は200回会えてたのに残りの社会人出たら残りの人生で400回ぐらいしか会えなくなくるんですよでしかも70年間続けたと仮定するけど実際はそううまくいかないよねと、まあ、社会人になってからも30年ぐらい人間関係が続くことってまれっすよねって考えたらあの僕たちが大事な人たちと一緒に過ごせる時間とか回数っていうのは非常に限りがあるって話なんですけどで何が言いたいのかっていうと。 あのたとえ血縁関係家族とかであってもだらだらとリビングルームでそれぞれが YouTube 見たり映画見たりとかスマホ触ったりとかしてても絆は深まらないんですよ。それよりも例えばあの子供がそが留学とか,そのなんかあの寮生活であの夏休みとか冬休みとか春休みとか長期休みの時にしか帰ってきませんと。けど帰ってきた時は家族全員で旅行に行ったりとかスキーを楽しんだりサーフィンしたりとか非日,日常の体験をシェアする家族の方が。 1>, なんか日1年間で360日顔をつき合わせてますけどど,どっか旅行に行ったりとか親子でキャッチボールとか全くしませんみたいな親子よりも校舎の会う日数が少ないけれどなんか一緒にピザ作ったりとか夏休みの研究で虫を親子で追いかけ回したりとかあのそういう風に楽しかったねっていう風に言える数日間のある親子の方が断然絆が深まるみたいな研究とかもあるんですよね。まあ、確かかかにに考えててみれそそうですよねでこれは家族に限らずパーートナーとと異性とかそして あの友人とも同じっすよまあ友人の話はさっきしたと思うんですけどその自分の気になる人と仲良くなりたいんだったらだらだらお家でそのでんかスマホを触るんじゃなくてさっきの家族と同じなんですけどねあの、まあ、一緒に2人で二人でというかあの限られた時間で,でしかできないような体験をあの2人で秘密を共有すると感情を共有すると親密度が高まるって話なんですよね。ってなったら修学旅行っていうのはまあ非日,日常体験ですよね。 その毎日顔をつきあわせているその学校の友達とあの、まあ、制服じゃなくて私服でなんか旅行に来ているとで今までと違うご飯を食べるとであの一緒に寝るっていうふうになったらそれは非日,日常の体験になりますよねだから信頼感がぐっとあの増すっていうのはまあさも当然なことなんですよね。ということで今までのことをまとめたら。 その友達と学校以外の場所でさまざまな場所に赴いてであのまあいろんな観光名所を見たりとかうわーこれが清水の舞台かみたいな風に楽しめるわけなんですよね。で興奮冷めやらぬまま、まあ、お風呂入ったりとか夜複数人で同じ部屋に寝るわけなんですよね。ってなったらあのまあ修学旅行という人生で数回しかないような体験なんですけどこのまま非日常の体験が終わるのって口惜しいわけなんですよね。あの普段見見ええなないいお互日頃かった一面を知ることができて あのなんかよりお互いのことを好きになるというか信頼できるようになってきたらもっとこいつのことを知りたいなとかもっと自分のことを知ってほしいなっていう欲望が出てくるわけなんですよね別に欲望っていうと悪いように聞こえるかもしれないですけどもっと知ってほしいという気持ちが生まれるわけなんですよねだからあのお互いのよりプライベートな腹を割った話をしたいから「ねえねえ今好きな人いるの?」って「今気になってる人いるの?」っていうふうに、まあ、だ男子だろうが女子だろうがそういう話で盛り上がりたくなるわけなんですよね。 先生の消灯時間過ぎたぞさっさと寝ろっていうその天候をかいくぐって暗闇の中「ねえねえみんな寝たねえさ今好きなやついんの?」みたいなふうな話をしたくなるっていうのはあの人間の本能として仕方がなかったという話なんですよね。<laughs> まあちょっとそれこじつけじゃないっていうふうに思うかもしれないですけど、まあ、これまでの話聞いたら確かに人あのまあ人を助けたらとか。 あのまあ、自分の話を聞いてくれる人のことを好きになったなあだったりとか確かに一緒にいろんな体験をすると、まあ、部活動の仲間とか特別な絆芽生めめえ,えやすいなあだったりとかなんか一緒になんかアスレチック行った友達とかはすごい仲良くなったなあとか思ったかもしれないですけど修学旅行っていうのはかまああのそういう旅行とかっていうのはまあなんかいろんな人と。 よ、まあ、より距離を縮めやすすいいという特別ななな環境なわけなんですよねだからより自分のプライベートな情報を明かしやすくなるという、まあ、人間の心理が詰まった集大成というか集大成というとなんか作品みたいになるかまあ何かいろんな心理学の,あの、まあ、人間の本能が実は複雑に折り重なって僕たちは自分の本音を言いたくなっていたってわけなんですよね。っていうふうに実は僕たちが何も考えずに生きていたとしても日常のいろんな事象って複雑な あのまあ、人間心理だったりとかあの今の戦争で、まあ、世界中でいろんなところで戦争起きてると思いますけどどっちが悪いどっちが正義っていう話じゃなくてなんか複雑な歴史が絡んでいたりとか文化の背景だったりとか世の中のものって例えばクラスメートで人気者のやつがいるイケメンがいる可愛い子がいる羨ましいっていうふうに嫉妬してるかもしれないけど彼らは実は僕たちの知らないところで、まあ、ストーカーに悩んでいるかもしれないだったり。 その自分の見た目を維持するのに自分の成績を維持するのにかけて一生懸命努力しているかもしれないとそういうのも知らずにあのなんか頭ごなしにあいつは恵まれているからみたいなふうに言ってるかもしれないけど実は何なんか他の角度から見たらなんかあの別の見方が別の考え方があるかもしれないねっていうようなこともあるし要するに何が言いたいのかっていうとまあ死や凶作で自分の一面だけで物事を捉えるんじゃなくて。 例えば小説を読むだったりとかいろんな人の話を聞くだったりとか何か知識を収集するだったりとかしてこれってひょっとして自分はこういうふうに考えてるけど実は思い込みなんじゃないのかっていうふうに思ったり別の考え方で物事を解決できないのかなだったり自分の友人の賢い○○くん○○ちゃんだったらこの問題をどうやって乗り越えるかなだったりとか視点を切り替えることによって僕たちは意外と人生の困難を乗り越えやすくなるかもしれませんよと例えばいじめられてるとか。 あの職場社会人になって職場でパワハラで悩んでますだったら自分の親友のあの子だったら「いやもうやめちゃえば」とか「転職活動したらいいじゃんって」とか「本業で安定した収益があるうちに副業をやったら」っていうふうに言いそうだな「自分はまだその選択肢取ってなかったなちょっと調べてみるか」っていうふうにまあ解決策が思い浮かぶかもしれないわけなんですよね。まあ、だからそのなんか人生諦めるのはまだ早いかもしれませんよとできる限りのことを尽くしましょうということで、まあ、その一環として。 実は、この修学旅行のように、まあみんなが通ってきた道であろう、あの、まあ恋バナをしたくなるっていうのは、こういう心理が詰まってるんですよということをお話ししたかったです。ということで今回は以上。バイバイ。